僕は今、京急線の品川駅に来ています。撮影日は平日の18時25分、ちょうど帰宅ラッシュ真っ盛り。一番線の横浜方面のホームには、帰宅客を輸送するべく次から次へ電車が流れ込んできます。当駅始発列車だったら座れるでしょうが、この先、川崎や横浜などからも多くの方が乗車をして、車内が大混雑することは間違いありません。今回はそんな過酷な通勤を楽にしてくれる京急の救世主、ウィング号を紹介していきたいと思います。それでは本日もぜひ最後までよろしくお願いいたします。ウィング号は平日の通勤ラッシュ時間帯に朝は上り列車のモーニングウィング号として、夜は暗いのイブニングウィング号として運転されます。今回はイブニングウィング号に乗るべく3番線にやってきました。通常横浜方面の列車は1番線に発着するんですが、イブニングウィング号は3番線からの出発です。電光掲示板にも表示されていますが、イブニングウィング号は平日の18時45分から21時5分までだいたい20分間隔で運転されています。そしてウィング号の特徴は何といっても途中停車駅です。品川駅を出発すると上大岡駅まで止まりません。なんと快特が止まる京急蒲田、京急川崎、そして横浜も通過してしまいます。ウィング号に乗車をするためには、事前にウィングチケットという JR でいうところのライナー券を購入する必要があります。ウィングチケットは品川駅3番線の泉岳寺寄りにある券売機で購入することができるんですが、この券売機は現金専用で座席の指定をすることはできません。出発時刻がいくつか表示されているので、その中から自分が乗りたい列車を選び、300円を投入するとランダムで座席が指定され、ウィングチケットが発券されます。発車10分前に回送列車として今回乗車するイブニングウィング2号が入線してきました。使用車両は関東では珍しい転換クロスシートが採用されている2100型です。2100型は側面に幕式の方向幕を採用しています。せっかくなので回送からウィング号栗浜行きになる幕回しをご覧ください。2100型は側面の古めかしい方向幕とは裏腹に、前面はフルカラー LED でとても現代的というのが特徴です。それでは車内に入っていきましょう。今回はネットでウィングチケットを購入しました。ネットで購入すると自分で座席を指定することができます。扉の前には係員が立っていて検査が行われるので、4号車と8号車のドアしか開きません。スマホの画面で分かったとは思いますが、今回は運転室後ろの前面展望を眺められる席を予約しました。この座席は快特運用の時は大体埋まっているほど人気な席ですよね。僕も一度は座ってみたかったんですが、いつも満席でなかなか座る機会がなく、今回が2100型の前面展望席初の着席となります。ということで18時47分、定刻より2分遅れて品川駅を出発です。品川駅を出発すると次の停車駅は上大岡駅、すなわち上大岡駅まで扉が開くことはなく、これ以上車内に人が増えることもありません。品川駅の時点で乗車率は8割ほどでした。電光掲示板を見てみると上大岡駅まで全て通過を表す灰色になっています。京急線は駅数がかなり多いので、ある程度の通過駅以降は波線で省略されています。快特だと品川駅出発後の LCD の表示は、京急蒲田、京急川崎となっているはずですが、ウィング号の場合、それらの駅の表示はありません。表示が切り替わって、こちらは主要駅が表示される路線図ですが、京急蒲田、京急川崎、横浜の3駅が灰色になっている姿は圧巻です。ご利用くださいましてありがとうございます。イブニングウィング2号、京急栗浜行きです。座席指定制で指定された席にお座りください。品川、北品川間は踏切があり、カーブが急な関係上、どの種別でも速度はあまり出しません。そして北品川駅を通過すると一気に加速をして、列車は高架線へと入っていきます。京急線は全区間複線のため、駅間で回種別を追い抜くことはできません。ですので、優等種別であっても、前に各駅停車が詰まっていると必然的に速度が落ちてしまいます。ウィング号も例外ではなく、帰宅ラッシュ時間帯というのも相まって低速になってしまう区間が多く、品川上横間ノンストップですが、今乗っている2号に関しては所要時間は36分と、時間的な面では快特とほとんど変わりません。それでは簡単にこの座席の紹介をしてみたいと思います。前面展望席は前が壁になっていて、足を伸ばすことはできないんですが、申し訳程度に足元にはくぼみがあります。そしてこの機能はどのように活用するのかよくわかりませんが、座面を引き上げることができます。
今回予約した前面展望席ですが、夜間は車内の光の反射を防ぐために運転士後ろのカーテンが閉められてしまうので、もし夜間に前面展望を楽しみたい方は右側の座席を指定することをお勧めします。鮫洲駅で先行の普通列車を追い抜きます。この普通列車が前方に詰まっていたので速度があまり出せませんでしたが、これを追い抜いてしまえば前方にしばらくの間は先行列車はいないと思うので速度が出せるようになるはずです。しかし信号機は黄色のランプを灯しており、速度を上げる気配がありません。いや、これはまさかと思って左に大きくカーブをして前方をズームしてみますと、なんとまたまた回収物が詰まっていました。これはしばらく速度を上げることは厳しそうです。しばらくノロノロ運転を続けて、今通過している駅は平和島駅。当駅は2面4線で対比ができる構造になっていますが、1番線にさっき見えた回収物は停車していません。まだ先行列車は追い抜いていないんですが、梅島駅の手前で一気に加速を始めました。そして信号機は青を灯しています。おそらくさっき見えた先行列車はエアポート急行で、次の京急蒲田駅の空港線方面の1番線に入線したので、本線を遮る回収物がいなくなり速度が上がったということではないでしょうか。京急蒲田駅は上り線と下り線が上下に分かれていることが特徴です。前方に見えているのが京急蒲田駅。予想通り1番線にはエアポート急行が停車中で、空港線方面へウイング号が通過するのと同時に出発です。 JR の方の蒲田駅は各駅停車タイプである京浜東北線のみが停車する駅ですが、京急蒲田駅は速達タイプである快特も停車します。当駅の下りホームは1番線から3番線までの1面3線の構造となっており、各駅停車を短い2番線に優先させることで緩急接続をさせることが可能です。6号土手駅を通過し、多摩川を渡って列車は東京都から神奈川県に入ります。神奈川県に入って最初の通過駅がウイング号2番目の見どころである京急川崎駅です。分岐器があるためか一旦減速、左の方へ地上へ向かっている線路と分岐をしますが、これは京急川崎駅から小島新田駅までを結ぶ京急第一線につながる線路です。5番線に転線をして京急川崎駅を通過。当駅でも先行の各駅停車を追い抜くようです。だいたい京急線に乗っているとこの京急川崎駅で緩急接続が行われます。接続なので優等種別と回収別を相互に乗り換えることができるんですが、ウイング号は当駅を通過するため、あの各駅停車側としては京急川崎駅で優等列車と接続をせず退避をするという珍しい経験になったことでしょう。京急川崎駅は快特を含めウイング号以外の全ての種別が停車する駅となっており、こちら側としてもとても珍しい体験です。京急川崎駅を通過するとすぐに進行方向右側に JR の川崎駅が見えます。まもなく通過する駅は生麦駅。生麦駅は停車線と通過線が駅のかなり手前から分かれることが特徴です。そして横浜寄りには主に優等種別が通過をするために使う通過線側にもホームが存在します。当駅はもともと通過線を持っていなかったそうですが、後付けで通過線を設けたためこのような構造になったとのことです。元1番ホームにもライトがついていましたが、現在定期列車で1番線に発着する運用はありません。次通過する神奈川新町駅には車両基地が併設されており、車庫への入庫を兼ねてか神奈川新町行きの各駅停車というのもよく見かけます。ここでもまた先行の普通列車を追い抜きました。京急の普通列車はとにかく対比が多くて、例えば横浜品川間を京急の普通列車で行こうとなると約1時間もかかります。京急でいうところの普通列車というのは東海道新幹線のこだま号的役割で、優等種別が止まらない駅から優等種別が止まる駅への短距離輸送というのをメインターゲットにしています。こちらの駅は京急東神奈川駅。この動画が投稿されている時点では2ヶ月ほど前の出来事になりますが、撮影日時点では1ヶ月ほど前、7月2日よりホームドアの稼働が始まりました。京急東神奈川駅を通過し、神奈川駅を挟んで2つ先の駅がウイング号の一番の見どころと言っても過言ではない横浜駅です。進行方向左側にはランドマークタワーなど横浜を象徴する建物が見えてきました。神奈川駅に限らず京急線の中で通過列車が多い駅にはホームの先端に青色のライトが取り付けられています。ご存知の方も多いかと思いますが、青色の光には心を落ち着かせる効果があり、人身事故を防止するためにあのようなライトがホームの先端に取り付けられているそうです。さあ、そして前方の光が連なっているところが横浜駅です。せっかくなら爽快な通過シーンを見たいところですが、残念ながらここで速度が落ちてきてしまいました。その後もほとんど速度が上がることはなく、警笛を鳴らしながらウイング号最大の見どころである横浜駅を通過です。
速度はあまり速くありませんが、大混雑するホームを横目にゆったりと座りながら通過するのもまた優雅でとてもいい気分です。横浜駅を通過する種別はもちろん京急線ではこのウイング号のみ、 JR 側では特急湘南号が横浜駅を通過します。2021年の3月までは東海道線の通勤快速が横浜駅を通過していましたが、残念ながら現在では廃止となり、横浜駅を通過するには必ず運賃の他に料金を支払う必要があります。横浜駅を通過すると大きく左にカーブをして東海道線と分かれ、ここからは根岸線に沿うように線路が敷かれています。横浜駅までは高架区間を多く走ってきましたが、ここからは地上を多く走るようになります。それと比例して踏切の量というのも格段に増えます。おっと、ここで列車はブレーキをかけ始めました。一応品川駅からここまでは減速をしても止まることはありませんでしたが、今回は厳しそう、完全に止まってしまいそうです。なんとかして止まらないように運転士さんも粘っていたようですが、残念ながらここで停止。品川横浜間は途中待避線がある駅が多く存在しましたが、横浜伊勢は少なくとも4駅先の南太田駅まで待避線はないため、先行列車と間隔を調整するために停車してしまうのも仕方ありません。ここから信号機は見えませんが、おそらく先行列車が前の駅を出発したんでしょうね。再びノッチを入れて動き始めました。まもなくすれ違うのは一線型の二重自社、京急の最新型の車両です。一線型は一自社がデビューした2002年より、二重自社がデビューする2021年までマイナーチェンジが続けられている京急のロングセラー形式です。小金町駅の手前の信号機は赤信号を灯しており、ここでもまた止まってしまうのかと思いましたが、ギリギリのところで信号機が黄色に変わったので、再び加速、止まらずに走り続けることができそうです。まもなく通過する駅は南太田駅。ここでこの列車が止まる原因にもなった普通列車を追い抜きます。南太田駅は2面2線のホームがあり、真ん中に通過線が設けられている、京急線では珍しい新幹線タイプの配線になっています。普通列車を追い抜いて前に詰まっている列車がいなくなったので、水を得た魚のようにここで一気に加速をして西へ進んでいきます。南太田駅を通過すると前方に山岳トンネルが現れます。これは品川駅から乗ってきて初めて通過するトンネルですね。品川駅を出発して34分、2分の遅れを取り戻して帝国通り上大岡駅に到着です。ウイング号ならではの走りというのはこの駅まで、上大岡駅を出発するとクールダウンをするように金沢文庫、金沢八景、横須賀中央、堀之内と終点京急久里浜駅までの各駅、つまり快特と同じ停車駅に停まります。そしてウイングチケットが必要なのも上大岡駅までで、ここから終点の京急久里浜駅までは乗車券のみで乗車することができます。ということで今回は品川駅から上大岡駅まで駅数にして30駅連続通過の通勤ラッシュ時間帯に運転される京急の救世主ウイング号のご紹介でした。皆さんも興味があればぜひ乗車してみてください。それでは本日の動画は以上となります。コメント、評価、チャンネル登録、何でもいいので応援をしていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。